モンティ・ブラウンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州サギノー出身のアフリカ系アメリカ人。1993年から1996年までアメリカンフットボール選手として NFL のバッファロー・ビルズ・ニューイングランド・ペートリオッツに在籍。NFL を引退後、プロレスラーの道を志した。2002年に TN に登場し、 アメリカンフットボールのキャリアを生かしたパワーを持ち味に上位陣の一人として活躍。そのパワーが繰り出すインパクトから、ジアルファ、メール、ザアルファーメールというニックネームで呼ばれるようになった。その後、一旦フェードアウトし、2004年春頃に再登場。同年11月に、 ジェフ・ジャレットの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦するが、当時ジャレットと結託していたスコット・ホールと、ケビン・ナッシュの介入で、王座ダッシュは果たせなかった。2005年2月には、ケビン・ナッシュ、ダイヤモンド・ガラス・ページとの NWA 王座挑戦をかけたスリーウェイ戦を制し、直後に、ジェフ・ジャレットに再挑戦するも、ここでも、ジャレットのギター攻撃で敗退。 その後も NWA 王座を狙い続けるが、挑戦にこぎつけることはできても、はじめ感には至らなかった。ティエネは、ブラウンを時代のスターとして期待しており、大切に育てていた。2006年は、サモア・ジョー、ライノというパワーファイター二人と構想を繰り広げた。2006年11月15日に WWE と契約し、マーキス・コーバンのリングネームで、 リカップリングウィズ所属となる。しかし WWE では活躍をすることができず2007年9月に解雇された。2008年にはテキサス州のインディー団体 PCEW に登場。ありがとうございます。